33歳男、地方公立の高校教師です。10年間うつ病適応障害ですと。おつぼねからのいじめで自殺未遂をして休職。現在は双極性障害と診断されています。現在は気分の波が激しいのと頭痛がつらいです。薬を飲む以外にどうしたらいいですかと。ラモトリギンエビリファイを飲んでいますと。サウナや朝散歩、なるべく出かけるようにしていますと。 給食したことがあるってことなんかなか10年間うつ病適応障害と診断されてたけれども、双極性障害と診断が変わりましたよということなんかね、何をしたらいいですかっていうと、まあ、サウナや朝散歩とかも大事だし、まあ、カウンセリング的なね、ことをしていくっていうのはもういいかなと思いますね。松浦さんのね、そもそもあの、双極働くチャンネルかな、働くラボもありますので、そういうところもね、 利用するとかもいいと思いますしね。人生はいろいろなんだってことをまあ言葉だけじゃなくてどれだけ知れるかっていうのは結構大事だろうなと思いますね。今日もなんか別の患者さんとそういうことを喋ってましたけど、やっぱどうしてもべき思考とかの人ってあの生き方のバリエーションが少なかったりする。だからこういう人生があるとかこういうこともあるっていうことがバリエーションがなかったりしたりしますね。 まあこの人がそうかっていうと分かんないわかんないというかそうじゃないとは思いますけどでなんか自分のことがよく分かんなくなった時っていうのは自分のことじゃなくて他人のことを知るとか他人の人生を見たりとかそういう他人のなんかいいところとかを学んだりとかすると、うん、なんか自分が見えてきたりしますよね、うん、だから自分がどういう存在なのかっていうのはなんとなくよく分かんないじゃないですか。 地方のね公立の先生とかで子供たちはいっぱい見ていてなんかねいるけどなんか実際大人の世界っていうか社会とかはあんまりそんなにね知らないと思うし教員同士で教員いじめ多いですよ。 はあ、そうだねひどいよねまあ子供な子供なんだよね幼稚なんだよねもうで幼稚な人がそこにねいて子供相手にしてて万能感を感じちゃうというかね、うん、まあいろいろな人と触れ合うのがいいんじゃないかなって気がしますねでは以上でこの動画があります、えー、もしこの動画を見てよいと思ってくれた方は、えー、グッドボタンチャンネル登録あとシェアの方よろしくお願いしますではまた